サッカー日本代表で背番号10を背負う同安律6月2日にはかねてよりお付き合いをさせていただいている方と結婚いたしましたと自身のインスタグラムにて結婚を発表している代表の同僚である中村啓人や南野拓実田中碧などもコメント欄に祝福メッセージを送り喜ばしい報告に大盛り上がり写真胸元ざっくりファッションを着こなす同安の結婚相手 美人インフルエンサー同日には妻との2ショットと共にたくさんのお祝いメッセージありがとうございます。とも投稿し、奥さん美人すぎる。素敵な夫婦だ。応援してます。と世間からも祝福の声が上がっていた。結婚相手の肩書きに疑念の声。しかし一方で、相手の職業がよくわからないけど大丈夫な人。職業インフルエンサーか、一番怪しい職業だよな。 確かに美人だけどインフルエンサーってどうなのよ、と疑問の声も一部から上がっている。正式な発表はありませんが、2ショット写真を見る限り、童安選手のお相手はかねてより交際の噂があった明松美久さんで間違いなさそうです。明松さんはインスタのフォロワーが16万人超えのインフルエンサー。2022年のクラッシーオンラインのインタビューによれば、 当時は美容関連企業でマーケティング職をしながらインフルエンサー活動を行っていたよう。現在も在職中かどうかはわかりませんが、2023年には自身のスキンケアブランドも立ち上げています。スポーツライター。YouTube チャンネルの動画はすべて削除。精力的に活動しているように見えるかがりだが、立ち上げたブランドのインスタグラムアカウントは、 6月3日時点でフォロワーがおよそ370人ほどにとどまっている。さらに、自身の YouTube チャンネル、めっちゃみく、は、動画をすべて削除したようで現在動画が一つもアップされていない状況だ。メディア露出なども多くないため、何やってる人なのかよくわからない、という声が上がってしまうのもうなずける。2022年には、週刊文春、が2人の関係を夜公認交際。 と報じていました。その記事では、二人が、匂わせ、を行っていたことも明らかに。2022年に銅安選手はドイツ・フライブルクにあるチームに移籍したのですが、移籍後にかがりさんがドイツ・フライブルク大聖堂前の広場と思われる場所の写真をインスタにアップ。銅安選手も、同じ場所でのショットをインスタに投稿していました。その後、2022年末にもハワイで、匂わせ、 投稿を行ったりと、ファンにとってはやきもきする状態が続いていたようですね。前でスポーツライター、ようやく結婚を発表し、同案もかがりもすっきりした気分で本業に臨めるはずだ。同案の活躍はもちろん、これからのかがりのインフルエンサー活動も見守っていきたい。